パリオペラ座でのオリジナルの舞台デザイン。ラクメは、レオドリーブ作曲による三幕のオペラ。台本は、エドモン・ゴンディネとフィリップ・ジルによるもので、ピエール・ロティの自伝的小説、ロティの結婚を原作とする。レオドリーブ・ドリーブは、バレエのコッペリアとシルビアでよく知られた作曲家で、フランスバレエ音楽の父と呼ばれる。ラクメは、1883年4月14日に、 パリのオペラコミック劇場で初演された19世紀後半の多くのフランスオペラ同様、ラクメは19世紀後半に流行していた東洋的な雰囲気を描写した作品となっている。本作はロマン派詩人の魅力に鼓舞され、フェリシアン・ダビットを手本とするオペラコミックの伝統に従っている。このいかにもフランス的なオペラコミックの人気の秘密は魅力的で創意に富んだ音楽にあり、 そのすべてのアリアは現在でもよく覚えられている。しかし、残念なことに、台本、特に会話部分の季節さがこの作品の弱点となっている。なお、メインの主題は、西洋人男性と非西洋人女性の比例となっているが、非西洋人のラクメは、ジャコモ・マイアベアによる、アフリカの女におけるセリカを先駆け的存在とし、蝶々夫人に連なる悲劇のヒロインと見ることができる。 1883年の初演の後、アメリカ初演は1883年10月4日に、シカゴのグランド歌劇場にて行われた。イギリス初演は1886年6月6日に、ロンドンのゲーティ劇場にて行われた。配役は、マリー・バンザント・デューピュイ・カルールラで、四季はベビニャーに出会った。日本初演は1919 19年に、ロシア歌劇団により、 帝国劇場にて行われた。この作品の録音は、複数存在し、マドロバン、ジョーン・サザーランド、マディ・メスプレ、ナタリー・デ・セイなどの著名なソプラノ歌手による演技が、含まれる。また、マリー・バン・ザントから、レア・ベンセ・セディラ、リリー・ポンス、ピエレット・アラリー、サビーヌ・ルゥ・ビエルに至る歴代の優れた歌手によって、歌われてきた。オペラ・コミック・座での上演は1500回を超え、 ゲテリリックザでは98回、トリアノンリリックザでも64回の公演が行われている。ドリーブ特有の複雑なメロディが特徴であるが、この作品が上演されることは少ない。2014年のオペラコミックザでの二幕の上演風景物語の舞台は19世紀後半、イギリスに統治されていた時代のインドである。多くのヒンドゥー教徒たちがイギリス人によって、 自分たちの信仰を秘密裏に行うことを余儀なくされていた。バラモン教寺院の庭園バラモン教寺院の前の庭で、インド人たちが神に祈りを捧げている。そこへ、バラモン教の老僧侶のニラカンタが現れ、インドを占領し、彼らの宗教を弾圧している、イギリス人からのブラーマンの神による解放を唱える。続いて、ニラカンタの娘であるラクメが、美しい声で、 祈りの歌を歌いながら現れ、皆がラクメと共に、寺院内へ入ってくる。そこで、ニラカンタは我らを救う聖なる娘はラクメしかいないと、告げ、その後、二人の召使いであるハジとマリカに、ラクメを預け、町の信者たちの集まりに参加しに行く。残されたラクメは、次女マリカと共に小舟に乗り、小川エレンの花を摘みに出かける、花の二重賞。イギリス人将校のジラルドは、 同僚のフレデリック、そしてベンソン女子とその生徒であるエレンとローズと共に、聖域である神聖なバラモン教寺院の敷地に、好奇心から入り込んでしまう。ここの僧侶にラカンタの美しい娘ラクメが、神のように皆に崇められていると噂し始めた。ジェラルドは禁断の聖域に長く止まるべきではないと、皆を先に帰らせる。その時、ラクメの置いていった美しい宝石が、 総督の娘エレンの目を引いた。エレンの婚約者であるジラルドは、結婚式の時には同じものを作らせて、付けさせてあげようと一人残って、宝石を写生し始めた。そして、アリア、聖なる嘘をつく空想用を歌う。しばらくするとジラルドは、人の気配を感じて、身を隠す。そこへラクメとマリカが現れる。ラクメはマリカが木陰に入って涼みましょうと言って、 木影に入っていくのを追わずにその場に残る。ラクメはジェラルドに気づき驚くが、ジェラルドとラクメは互いに一目で、心惹かれ合い、愛の二重症、どこから来たのとなる。人の気配を感じたラクメが、ジェラルドを素早く逃がす。ラクメの父、ニラカンタがやってくる。彼は、破れた垣根で、異教徒が忍び込んだことを悟り、神聖なバラモン寺院に対する冒徳行為に怒りを、あらわにし、 復讐してやると叫ぶのだった。この場面は、グランドオペラ並みの壮麗な場面となっている。三幕の二重賞インドの街の広場街の市場では、露天が所狭しとひしめき合い、インド人や中国人の商人の声が響き、喧騒を極めている。正午の鐘が鳴ると市場は閉まり、今度は巫女たちの踊りが始まり、バレエシーンとなる。踊りが終わると、そこへ、ニラカンタトラクメが、 苦行像の姿で現れる。ニラカンタはラクメに、有名なコロラトゥーラのアリア、金の歌、インドの娘は、どこへ行くを歌わせる。ニラカンタは、ラクメの美しい歌声に惹かれて、憎き侵入者が再び現れると期待して、繰り返し歌うことを強要したのだった。そうすると予想通りジェラルドが現れ、驚くラクメに近づいてきたので、ニラカンタはその男が復讐の相手であると確信した。 ちょうどやってきたイギリス兵たちの行進で、ジェラルドが群衆に紛れてしまったので、ニラカンタは必死に追う。再びラクメの元へ一人戻ってきたジェラルドに、ラクメは今は危険な状況なので森の中の隠れ屋に身を隠すことを進めた。兵士としての立場と愛の間で、ジェラルドが悩んでいると雑踏に紛れていたニラカンタが、密かに近づいてきて、ジェラルドは刺されて重傷を負ってしまう。 ニラカンタたちが去った後、ラクメは一緒にいた召使いのハジに、ジェラルドを森の中へ運ぶよう命じた。子供の頃からラクメの面倒を見ていたハジは、姫のために忠誠を尽くす覚悟を決めていたのだった。森の中の隠れ家ラクメはジェラルドを森の中にある秘密の隠れ家へ連れて行き、そこで彼が元気になるように解放する。ラクメの看病によってすっかり回復したジェラルドは、 この地でラクメと共に暮らすことを決心する。ラクメは恋人たちが永遠の愛を得られるという聖なる水を汲みに出かけた。ラクメが留守にしている間に、ジェラルドの前に同僚のフレデリックが現れ、彼に軍への復帰を訴え、婚約者であるエレンへの責任も思い出させる。ラクメは戻ってくると、塔から聞こえるイギリス軍兵士の合唱に、ジェラルドが母国を思い動揺していることに気づくのだった。 自分が彼を失い、すべてが終わったことを悟る。彼女は屈辱の中で生きるよりも名誉ある死を選び、有毒の挑戦はサガオの葉を食べ、ジェラルドと生水を飲み交わすと永遠の愛を誓った。そこへ、ラクメの父、ニラカンタが入ってきて、ジェラルドを殺そうとする。ラクメは、毒の回った体で残った力を振り絞って、止めに入り、この人は自分と生水を飲み交わした仲だと伝える。 そして神への償いは、自分の死をもって果たされると言い,い鍛えるのだった。ラクメを演じたマリー・バンザンとジェラルドを演じた、タルザック合唱、音楽家たち、女性たち、バラモン教徒、商人、役人、スイフなど、バレエ団。第1幕50分、第2幕55分、第3幕35分合計約2時間20分。ピエール・ロティこの作品で最も有名な曲は、花の二重賞で、 様々な映画や、テレビ番組、コマーシャルなどに用いられている。このほかラクメが歌うアリア若いインド娘は、どこへ、金の歌もコロラトゥーラの超絶技巧を要する名曲で、多くのソプラノを引きつけている。さらに、イギリス人将校ジェラルドが歌う、好奇の儚い幻影よといった、優れたナンバーもある。ありがとうございます。